おはようございます、稲田和馬です。私は流しをやったり仏像作品展というイベントのプロデュースを行っております。さあ今日は2022年5月8日の日曜日ということでございまして、本日は晴れで、大阪は晴れでございまして、早速早朝から散歩に行ってきまして、まあ、本題に入ろうとは思うんですけれども、今日はですね、早速ボーイのファーストモラルを聞いてみたぞというテーマでお届けしたいなと思っております。まあ、何のお話かと言いますと、実は昨日ですね、まあ、お話しした時に、ボーイ、流しのお客さんでカズマに、ボーイを覚えてきてほしいというリクエストをいただきまして、ボーイで何の曲ですかねとか言ったら、いやもう何でもいいと、もうなんかカズマいろいろ聞いてみて、カズマが好きだと思うものを一曲覚えてきてくれって言われましてですね、なるほど分かりましたということで、だから人気曲とかいろんな曲いっぱいあると思うんですけども、もうこうなったらもうオリジナルアルバムが6枚あるらしいので、もうこれ1枚目からずっと全部聞いてみて何かいいものを見つけようということで、そちらを昨日、お話しして、早速今日の朝ファーストアルバムを聞いてみたと、その聞いてみての感想お話を、してみたいなと思っております。まず先に一番最初に思ったことは、これは本当にボーイなのかと思いましたですね。イメージが全然違ったと言いますか、なんかボーイってもともとなんかなんていうのかな、そのもうなんかもう言うたらマリオネットのイメージが強いのか分かんないですけど、割とギャンギャンにギター、エレキギターグワッてかまして、もうすごくかっこよく、なんかもう見せつけるようにバシンと、もう大きなライなんか ホール横浜アリーナとかそういうところでガチッとやっているような、なんかもうまさにロックンロールの元祖というようなイメージがあったんですけど、そうじゃなくって、ファーストのモラルっていうアルバムを聞いた時には、なんか小さいライブハウスで歌っているようなイメージと言いますか、なんか思い出すと、なんか本当に当時のパンクロック、70年代のイギリスとかアメリカのパンクロックとかパブロックみたいなものをなんか影響を受けて作ったようなアルバムですね。だからドクターフィールグッドとかピストルズとか、まあ、パンクロック、そうですね、そういうアーティストたちの影響を受けて、まあ、ボーイがもともと80、これが80、ファーストが82年らしいんですけど、70年代後半とかのアメリカやイギリスの音楽を影響を受けてきたんだろうなっていうのがあって、プラスちょっと歌謡曲っぽいなっていうのがあって、なんかこのファーストアルバムがなんか後のユニコーンとかにすごく多大な影響を及ぼしたんだろうな、だからユニコーンっぽいみたいなイメージがすごいあってですね、これは本当にボーイなのかとすごい思った次第でございます。で、短いんですよ、13曲あったみたいですけど、なんか1曲目もなんか30秒ぐらいしかなくて、最後のエンドレスだったかなっていうのも1分半ぐらいしかなくて、すごい短いのが詰まってですね、大体1時間ぐらい散歩しようと思ったらもう終わりやないかということがありましてですね、早く帰らないと、自分のその喋りたい思いっていうのがどんどん薄れてしまうから、なんかすごい中途半端なところで音楽が終わってしまいますので、早くその最短で自分の家まで帰って、ここに今たどり着いて今これ喋ってるみたいな感じだったんですよね。で、13曲聴いてみて、その流しとしてなんか覚えたいというか、私が好きだなと思った曲は、ありました、ありましたというか、なんかこれはいいなと思ったのが、まあ、まず一発と思ったのはノーニューヨークですかね。ちょっと音楽、軽くちょっと、なんかノーニューヨークという歌があるんですけど、ニューヨーク、ニューヨーク、なんかこんな感じの歌が、なんかすごい良かったのが、 She's a beauty face だから She's a beauty face みたいな感じの、なんかニューヨークは多分盛り上がるんじゃないかなと思って、なんか聞いたことある、ララ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 ニューヨークっていうのがいいなっていうのを思ったのと、あと一曲なんか思ったのが、イメージダウン、なんか2曲目なんですけど、あれがなんかすごい良かったなっていうことで、なんか今パッと出ないですよ、なんかちょっとなんかララ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 ラパパオララ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 ラなんかすごいかっこいいですよ、ララ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 ラ、イメージダウン、イメージダウン、イメージダウンダウンダウン、ブラジルイメージダウン、イメージダウン、イメージダウン、ダウン、ダウン、なんかかっこいいですよ、イ
メージダウン、イメージダウン、イメージダウン、ダウンダウン。分からんけど、あれ個人的なイメージなのが好きです。なんかすごいかっこいいなっていうのがあったので、なんかそれを、うん、思ってですね、あ、これはちょっと覚えた曲の一部であるの、 BGM 終わってもったやないか、 BGM 終わってもったやないかということでございますけれども、まあそんな感じでですね、ちょっといろいろ聞いてみまして、 BGM かけよう、 BGM かからない、まあまあいいや、 BGM なしでいこう、ということが思ったので、あ、これはちょっと楽しみだなということがありまして、ちょっとボーイのイメージが一気にグダッと変わったような、ことではあるんですけれども、ちょっとこれはまたセカンド、サード、フォースとフィフスとで、いろいろと、最後のアルバムまで、いろいろと聞いてみたいなと思っております。ということで、また感想を聞かせてください。じゃあね。